それでは A7 ですね、4時40分からになります。ジョルダン株式会社の坂口さんです、ジョルダン株式会社の地図の取り組みについてという題目ですね。坂口さん、聞こえてますでしょうか？あ、聞こえておりますでしょうか？あ、聞こえてます、バッチリです。あ、じゃあよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。じゃあ画面共有お願いします。はい、質問の方は、引き続き、スライドの方で行っておりますので、皆さん、どしどしお寄せください。じゃあ、大丈夫ですかね。はい。はい、では、よろしくお願いします。はい。ジョルダン株式会社の坂口と申します。今回は、ジョルダン株式会社の地図の取り組みについてという内容で発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、簡単ですが、自己紹介をさせていただきます。名前は坂口聡といいまして、ジョルダン株式会社の研究開発部に所属しております。入社して4年目になります。で、主な仕事内容としては、地図データのコンバートやタイル生成、あと地図データ配信、地図の API 作成、まあ、その他いろいろやっております。で、続いて、まあ、乗り換え案内について軽く紹介をしたいと思います。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、ジョルダン株式会社は乗り換え案内を作っている会社になりまして、まあアプリも非常に多くの方にご利用いただいております。で、まあ、最近のトピックとしまして、混雑マップというのを、まあ、2020年6月、今年の6月頃にリリースしまして、まあ、自社で収集した位置情報をもとに、まあ、日本全国の混雑情報を表示するというものになります。まあ、こちらはまあ1日あたりだいたい7500万レコードぐらいあるんですけど、まあ、そちらの位置情報を使ってヒートマップで表示して、まあ、混雑回避に役立てていただこうというものになります。まあ、会社としてその混雑を回避していこうというキャンペーンを行っていまして、まあ、例えば各駅停車優先検索とかの無料開放とかを行ったりとかしておりまして、まあ、その一環の流れでのサービスになります。で、さて本題になりますけども、まあ、ジョルダンと地図っていうとあまりイメージが来ないかもしれないんですけど、乗り換え案内には実は地図機能が入っておりまして使うことができます。で、こちらはまあ乗り換え案内が目的地への行き方を調べるアプリである以上、まあ、地図への対応は必然というか、まあ、なんで今までなかったんだみたいな感じであります。で、そして、まあ、こちらで、ジョルダンの地図が新しくなりますということで、何が変わるかと言いますと、まず描画エンジンがマップボックスに変わります。これによって描画が高速化されて、まあ、多彩な表現が可能になります。そして、まあ、地図のコンバーター周りとかを一から作り直しまして、まあ、地図タイルの生成が高速化したりだとか、まあ、あとスタイリングを見直しておりまして、まあ、より洗練されたものに変更中であります。まあ、括弧中というのは、結構頻繁に変えておりますので、現在も絶賛進行中ということでございます。で、そして、まあ、リニューアルの経緯について軽く触れさせていただきます。今までの地図というか、まあ、今現在リリースされている乗り換え案内とか行き方案内に搭載されている地図は、実は動画エンジンが自社製でかつ独自仕様のベクトルタイルを使っています。まあ、先ほども説明したんですけども、まあ、乗り換え案内の中から地図が出るんですけど、あれは実はベクトルタイルを使っておりまして、まあ、描画エンジンもタイル仕様も自社製のものを使っておりまして、実はまあジョルダン製の地図はまあラスター地図じゃなくてベクター地図から始まっています。で、まあ、しかし、独自仕様の分結構いろいろな問題がありまして、まあ、結構使ってるものが古かったりだとかありまして、まあ、結構弊害が結構問題がありまして、まあ、コンバートにすごい時間がかかったりとか、あとまあデバッグが不便だったりとか、もちろんそのデバッグツールは用意してるんですけど、デザイナーがスタイリングするときに確認する手順がなんか多かったりとか、まあ、柔軟なスタイリングができなかったりだとかあります。まあ、こちらをマップボックスを使うことで、まあ、より柔軟なスタイリングが可能になって、まあ、描画や高速になったりスタイリングが可能になりました。で、まあ、さて、いきなりなんですけど、突然ですが3年前の話をしたいと思います。まあ、水面からちょっといろいろと動いておりまして、私、新卒で、2017年にジョルダン株式会社に入社しまして、でまあ、7月に、まあ、現在の部署に配属されるわけですけども、まあ、その時にまあ社長との面談がありまして、まあ、オープンストリートマップについて調べてくれないかというふうに言われまして、でまあ、調べることになります。
で、まあ、この時の私のまあスペックというかを軽く紹介しておきますと、まあ、地図に関してはまあ大学とかでも全然別のことやってましたので、全く初心者で入社してから触れたレベルで、あとまあ別にそのプログラマーとしてなんかすごい技術があるとかでもありません。まあ、もちろん今もそうなんですけども。そして、まあ、オープンストリートマップの調査に入って、まあ、オープンストリートマップのウィキとかをたどると、まあ、どうやらオープンストリートマップ .org がマップニックによって作られたなんかラスタータイルを使っているっていうのが、まあ、分かってきます。で、マップニックを使っていろいろ試していたんですけど、まあ、タイルデータの生成が遅かったりだとか、まあ、もう世の実はベクトルタイルに移行している中、まあ、と社の乗り換え案内もベクトルタイルで動いていますので、まあ、ラスターを使うのかみたいな。思っていろいろ調べたところ、なんかマップボックスというのを見つけまして、でどうやらなんか最近はマップボックスがホットらしいと。で、まあ、実際にいろいろ触ってみた結果、まあ、これはなんか来るなと思って、マップボックスをなんかもっと詳しく調べてみようという感じになりました。で、まあ、実際その2018年の2月頃、今社内向けで前輪のデータを使ったマップボックスベクタータイルを作ってみて、まあ、その社内でなんか見れるようにしたものを作るってなります。で、まあ、これちょっと時間が飛ぶんですけども、まあ、乗り換え案内は実際多くのユーザーが使っているサービスなので、まあ、あくまで試作版の段階では本番投入とか当然できませんし、まあ、当然地図が見れるだけではサービスにならないので、まあ、当然その周りのいろいろなエコシステムが必要になるので、そちらが全然できていませんでした。なので、まあ、しばらくはその、まあ、副業という名の社内で別の仕事を行いつつ、こっそりこっそり開発を続けていました。で、ようやくその2019年頃に、まあ、法人向けの案件で、まあ、地図を使いたいという要望が出てくるようになりました。まあ、ジョルダンは公共交通事業者向けに、まあ、経路検索サービスを、まあ、パッケージ販売とかしておりまして、まあ、その中の機能で、まあ、地図を入れてるんですけども、まあ、2019年ちょっと当時話題になりましたけど、Google マップスプラットフォームが値段改定することになりまして、まあ、それもありまして、なんか地図をできるだけ安くしたいということで、まあ、自社製の OSM ベースの地図を作れないかということで、私に白羽の矢が立ちまして、まあ、その頃から地図 API などもろもろ整備を始めました。で、まあ、OSM ベースの地図を、まあ、一部の事業者さんとかのサイトで扱っていただいております。さらに、まあ、2020年、もっとそのサービスを強化していく一環で、まあ、特に地図を強化したいねって話になりまして、まあ、自社のこう、地図を新しくしようということで、まあ、私のやってきたこうものがようやくこう自社サービスに導入する、まあ、機運が高まってきたという感じになります。でここから、まあ、社内のメンバーと協力しながら開発することになるんですけども、まあ、これまでそのほとんどメインの開発は私一人で行っていたので、まあ、ようやくこうなんか自分のプロダクトがこう周りにフィードバックもらいながらこう仕事ができるということで、なんか楽しいゾーンに入ってきました。で、まあ、新しい地図って軽く貼っておくんですけども、こちらは、まあ、ちょっと、データとしては前輪のデータと、ジョルダンの自社で整備したデータ、まあ、その他いろいろのデータを使っております。で、まあ、鉄道のラインカラーが表示したりだとか、まあ、駅の出口を強調したり表示しているのは結構特徴ですね。で、あと、まあ、拡大すると、まあ、最近はよくありがちな、こう、3D で立体的に建物を表示するだとか、しております。で、下の注意書きなんですけど、まあ、今ちょっとウェブ上で見れる地図とは若干ちょっとバージョンがこのスライドの方が新しくなっておりまして、まあ、早ければ来週にでも反映したいなと思っております。で、実はそのこの地図は結構サイレントリリースしておりまして、まあ、本番リリースして見れる場所が少なくて、ちょっと地図を見るためにコツがいるので軽く説明してもらいます。まあ、ジョルダンのホームページを開きまして、で、右上の駅の情報の駅の出口を出しまして、でそこに、例えば新宿とかって入れると出てくるみたいな、ちょっと手順がいります。でも新しい地図の推しポイントなんですけども、まあ、地図のデータソースは前輪のデータとジョルダン自社整備データ、まあ、その他データ入っています。でデータは自社でコンバート、配信、スタイリングまで全部行っています。で、あと日本の合わせた鉄道中心の地図になっておりまして、まあ、鉄道はもちろん特に出口情報を強調しております。で、まあ、同じデータ構成の、まあ、Yahoo さんとか Mapbox さんとかも日本の地図は前輪のデータ使ってると思うんですけど、まあ、そちらのデータと、そちらデータとかそちらと比べますと、まあ、特に出口とかを結構強調しているのが特徴なんじゃないかなとか思っております。で、まあ、鉄道の中心なんですけども、こちらはまあ地図をされている方とか、
地図を普段使っている方なら分かると思うんですけど、ナチュラルランがもちろん鉄道の情報を提供している会社っていう側面もあるんですけども、日本の地図は鉄道を強調した方がまあ圧倒的に見やすいなと思っておりまして、まあ、例えばその外国に本社がある企業とかがまあ日本の地図も作ったとかいう場合にあったりするんですけど、まあ、道路中心の地図だったりとかで、あんまりその日本の向けのローカライゼーションができてなかったりだとか、そういうことがあります。まあ、考えてみると、駅周辺、まあ、歴史的にも駅周辺は栄えていることが多いですし、グルメサイトとか不動産情報サイトとかで検索するときも、その駅を中心として何メートルで検索とか、検索結果にも駅から何メートルみたいな結果が出ますし、まあ、有名待ち合わせスポットとかも駅周辺が多いですし、まあ、鉄道中心の世の中だなみたいなふうに思います。なので実際その駅を強調したようなスタイリング、駅とか鉄道とか出口とかを強調したようなスタイリングになっております。そしてまあ出口データも収集しておりまして、なんで出口データかというと、まあ、乗り換え案内というサービスは目的地までの案内を提供するためのサービスなので、まあ、出口がどこになってっていう情報は結構駅から降りた後どこの出口から出ればいいんだみたいな感じでかなり重要な情報になってきます。で、これは結構力を入れて自社整備しておりまして、2つ目にある有名スポットの出口の調査っていうのは、まあ、大きなスポット、例えば新宿御苑とかすごいでかいスポットとかだと出口が3つとかあったりするじゃないですか。そういう場合、そのどの出口を使えばいいかっていうのは場合によって異なったりするので、まあ、そういうところも整備だとか、あとは出口を出てどの方向に進めばいいんだみたいなところも独自調査しております。で、まあ、最後にということでちょっと話が若干変わるんですけど、そのマップボックスが使ってるそのタイルの仕様を、タイル配信の仕様を決めたタイル JSON というのがあるんですけども、そちらについてちょっと軽く触れたいと思いまして、タイル JSON 3.0.0 っていうのをちょっと早く使いたいなと思っておりまして、タイル JSON の、まあ、GitHub のリポジトリを見ると、まあ、3年前に 2.0.0 っていうのがあるんですけど、実はブランチを見ると 3.0.0 っていうのがありまして、こちらの機能の中でフィルズームっていうのがありまして、こちらは例えばその広域の領域でもっと低ズーム のタイルを使いたいとかっていうのは結構パフォーマンスに結構影響を与えてくる部分で、これが結構ドラフトでは定義されてるんですけど、まだなかなかなんか進んでないなって感じですね。まあ、その今その現状アプリで出てる乗り換え案内や行き方案内はこのフィルズームというか上位の広域のズームでは上位のタイルを使うという機能を使っていますので、まあ、こちらも使えるようになったらいいなと思っています。ということで、まあ、これからも地図を随時アップデートしていきますので、まあ、フィードバックなどあればぜひよろしくお願いいたします。問い合わせなどは、まあ、そのツイッターとかじゃなくて、公式の問い合わせフォームとかがあるので、そちらよりお願いしております。そして最後になりますけども、ジョルダン株式会社では一緒に働く仲間を募集しております。まあ、地図だけじゃなくて、乗り換え案内はもちろん、まあ、最近は会社を挙げて回すとかに力を入れておりますので、ぜひ興味を持たれた方はぜひご連絡くださいませ。また、なんか乗り換え案内の API を使いたいだとか、公共交通のデータを売ってくれだとか、あとはそのマース関連でジョルダンと協業したいみたいな話とかもあれば、ぜひご連絡いただけると嬉しいです。以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。これ、お一人でやられてたんですね。もしもし、あ、はい。質問が来ていますので、いくつか、させていただきます。まずは、ジョルダンさんが自社で整備しているデータはどのようなものがあるのでしょうかという質問が入っています。こちらって、あれですかね、出口データって先ほど最後の方に、はい、発表があったと思いますけど、それ以外にもあったりされるんですか？まあ、サービスとしては、その鉄道に関するデータとか、まあ、バス停とかも含め、その公共交通に関するデータは、基本的に自社で整備したりだとかで作っておりますので、はい、まあ自社で特に整備しているのとかいうと、まあ、鉄道の、まあ、駅の座標とか、あとはその、
スライドで言うと結構前になるんですけど、なんかその鉄道の線を出してたりとか、はい、そのラインカラーとか、あと駅ナンバリングとか、まあ、バス停の座標とか、はい、まあ、もろもろ含め、その公共交通に関するデータは主にその自社整備しておりますね。あ、そういうことなんですね。ありがとうございます。あともう一つありますね。スタイルエディターは何を使っていますかという質問があるんですが。スタイルエディターは、マップユートニックを使っております。まあ、マピオンさん、ワンコンパスさんは、MVT スタイラーを使ってられるってことだったんですけど、我々はマップユートニックを使っております。そうらしいですね。そうらしいですね。自社ですけど。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。これって、こう、私個人的に気になったのは、はい、こう、なかなか社内で機運が高まらなかったっていうのは、やっぱり、あれですかね、その費用対効果とか、そういったところを出すのが厳しかったとかっていうことですかね。なんかお客さんの案件がついて、開発、きちんとできるようになったよっていうように、私は書いてあります。まあ、開発がきちんとできるようになったというよりは、まあ、なんか、その、一応研究開発段階として作っていまして、まあ、まだその社内でも、その、なんか、そのアプリとか実装してるチームとかでも、なんか別に取り組んでるタスクとかがあったりして、その、はい、まあ、私だけでは、その、社内の導入するには、その、リリースできるわけじゃないので、はい、まあ、他の、その、メンバーとの、なんか、その、スケジュールの兼ね合いとか、まあ、いろいろですね。で、まあ、その、実際に動きがあったのが、まあ、その、いろいろ、その、法人向けで地図を使いたいだとか、そういうところからになりますね。はい、そうなんですね。そう。なんか、どういうきっかけで、こういうことができるのかなって、同業他社としてはすごい気になったので、質問させていただきました。ああ、なるほどですね。まあ、なかなか。はい。研究開発っていうところもあれば、こうクライアントがついてるからやりやすいとか、まあ、いろんな理由があるのかなと思って、まあ、いろいろちょっとまあ理由はあるんですけど、まあ、なんかその結構これから乗り換え案内とかもアップデートしていく予定で、まあ、それに応じてなんか要求される機能とか、これから必要になってくる機能とかを考えると、まあ、その現状の地図のままでいくのは難しいんじゃないかみたいな話はまあ徐々に出てきてて、うん、でようやくそのなんかだんだんなんか使うようになってきたって感じですね。ああ、そうなんですね。私個人的にはもう少し聞きたいんですけど、ちょっと時間が過ぎてしまってますので、はい、一旦ここまでさせていただきます。坂口さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、